アーセナルバードと弾道ミサイル基地を立て続けに失ったことでエルジアは反撃の手を失いつつある。我々オーシア軍はこの機会を逃さずエルジア首都ファーバンティを落とすべく攻勢を強める。長距離戦略打撃群も最終段階を迎えるということだ。我々はエルジア北部レイニー岬にあるエルジア空軍の基地へと進行し、これを奪取する。この基地を来るべきファーバンティ制圧作戦の前線基地とする計画だ。各隊は夜の闇に紛れながら基地南部の峡谷から侵入、峡谷内を飛行した後に基地を強襲する。なお峡谷上空には敵の監視網が張り巡らされているため制限高度を設定する。制限高度を超え敵監視網に発見されてしまうと作戦は失敗となる。注意しろ。また基地到達後は速やかに敵の防空戦力を排除し後続部隊の突入準備を整える。数分後には海兵隊員を満載したヘリ部隊が基地へと到着する手はずだ。基地ダッシュが本作戦の目標である。峡谷を抜けただけで気を抜くな。ワンを通過。敵基地到着までの兵装の使用は禁止する。全機高度を下げろ。ここからは高度制限を行う。高度600メートル以下で飛行しろ。上出来だ。そのまま行こう。前方に固定式サーチライト、注意しろ。光を避けて飛べ。見つかるな。こちらの ETA はそちらと差がない。奇襲とはいえそんなに早くエルズイの確保できるのか。任せとけ。そっちこそその人数で大丈夫か。ああ、全員以上は快適だ。わからねえぜ。両番が苦手でな。よし、ランパラについていく。頼むぞ。了解した。ストライダー1、ウェイポイント2を通過。谷がさらに狭くなる。気をつけろ。一体いつになったら最終作戦をやるんだ。いい加減俺は散っちまったぜ。これが最後の壁だ。カウント基地を奪い最終作戦の共闘とする。皆生き残れよ。ファーバンティでは全員が必要になる。ワイズマンがいなくても中隊長みたいなことを言うやつが何人も嫌がる。ストライダー隊のいいところは隊長が無口なところだな。Caution, hold up.
ウェイポイント3を通過。基地が近づいた。これより無線を封鎖する。次におしゃべりができるのは基地上空だ。引き続き高度に気をつけろ。暗い場所があるが墜落するな。見えてるか。奴ら容赦ない。しかもオラの敵には手が届かねえ。人間を騙すわ。残り
夜間の奇襲作戦であったが、見事な働きだった。大志や本土より潜水艦が到着し、補給も開始された。この基地を前線基地とし、ファーバンティ制圧作戦を開始する。ロングレンジ作戦の総仕上げだ。